どうなんですかそれって、教え方的に。うん、でもちょっと違うかなって思っちゃうんですよね。生き物みたいなもんじゃないですか。そうだから全てが論理で片付けることはできないわけですよね。自分は結構英語はできると思ってるから710点ってのはすごいショックで、やっぱり一般の人は生き方を知らない。いつから、じゃあ移ったんですか。そうですね、千葉引っ越したんで僕。ああ、そうですか。それで、予備校はそうですね、千葉ですね。うん、結構影響してました。そうですね、論理的に考えるところ、なんかこう曖昧なものを許さないみたいな、かなり理系チックな教え方ですね。どうなんですかそれって、教え方的に。だから僕はそれを取り入れ、最初はそれで、だん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 シフトしていった感じですね、はいはいはい、やり方を。あ、結局英語って言語なんで、はい、生き物みたいなもんじゃないですか。そうだから全てが論理で片付けることはできないわけですよね。あ、で論理って言っても最初論理があって、でそこからプラクティスになったっていうわけではなくて、結局今この生きているものをの論理性は何なんだろうっていうのをこう見つけて体系化したっていうのが、まあ文法とかああいう話なわけじゃないですか。だからディスクリプティブグラマーですからね。そう、プラクティスが最初じゃないですか、はい、そうセオリーから来てるわけじゃないですか。逆なアクティブっていうんですかね。だからインダクティブなんで、機能です、ね、そうだから全部論理で固めようとするのは難しいのかなって個人的には思うんですけど、まあ、教え方はディダクティブな先生でしたね。あ、ですよね。そう、だからもう絶対それに従えば答え出るんだみたいな話。ものすごくやっぱりトップダウンな感じの、そうですよね。で、はい、どう思います？それは、で僕はその可能なんですかそれは。あ、だ教え方としてはやっぱそれで、なんですか、これでわーってなる先生、まあもう本当予備校業界たくさんいます、でもちょっと違うかなって思っちゃうんですよね。それで、だん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 そのまあ自分も認知言語学に行くので、はい、そこからシフトするので、はい、まさにこのこっち側じゃなくてこっち側の人に入っていくので、だん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 変わりましたね、もちろんそっちのアプローチも高校生の時とかはやっぱりよく触れたし、でそれである程度のところまではできたけど、やっぱり最終的に向こうにもう6年ぐらい住んじゃうとちょっとこれだけじゃ立ち位置できない。そう、もうやっぱりこういうものはこういうものっていう部分もたくさんあるし、実際にネイティブがそこを意識してやってるかって言って意識してないことで多々あるん で、 でネイティブが意識していないことを非ネイティブが意識するとやっぱそれだけ時間のロスになるんですよね。プロセスに時間かかるわけじゃないですか。その謎のそのネイティブは意識しないその論理的な組み立てっていうのを自分の中でやってるから、その分時間かかってでコミュニケーション遅くなるし、ネイティブに近づかなくなりますよね。だからまあ自分は全然ネイティブじゃないし、そのちょっとずつ近づければいいなとは思ってますけど、その時にそのアプローチだけじゃ大変なのかなって、そのある程度基礎固めする上ではいいけど、やっぱり応用ってなると厳しいのかなって思っちゃいましたね。多分まあそうですね、今これからそれがどう変わっていくかですよね、この入試も変わって、本当にこのアウトプットが重要になるっていう。そうだから入試の問題を解くだけだったらもしかしたらそのフレームワークだけ で、 そうです、ね、あの突破することは可能だったのかもしれないし、すごい短期的な利益を求めるってなるとその方がやっぱ説明もしやすいし、はい、学習もしやすかったのかもしれないけど、その少しの限られた期間で、はい、やるだけなんだから、はい、こうやってやった方が早いし、あるしっていうので、そうです。ただまあそれだけで使えるようになるかって言われたら、まあ無理でしょうね。なのでそうですね、型にはまっちゃうから、特に逸脱したものは全てなぜなんだっていうふうに考え出すじゃないですか。そうですね、もう切りないから、そんなことやってたらねもう年取っちゃうんでその年齢がねいくことによる学習スピードの低下に追いつかないんですよね。これ使えないですか。うまく切りながら切ったりちょっと無音にしたりとか誰だろうって誰かやっトイックの勉強はどんな感じでやったんですか。大学入ってからですか、勉強したトイック。あ、もちろんです。大学入ってからで初めて、英検準1級を持ってる状態で、はいはい、
まあ、無弁でトイックの IP を受けたんですよ、大学で受けさせられて、はい、でそれで710点で、はい、で自分は結構英語はできると思ってたから、はい、710点ってすごいショックで、おー、なるほど、でちょっと頑張って勉強しようと思って、はい、でどうして自分がトイックの点数取れなかったんだろうっていうのをすごい考えた時に、まずはそのトイック知らない英単語、そのトイック独特の単語が多かったっていうのがあって、でだから単語力は上げないといけない。なるほどなるほど。でもう一つは、まあ、試験慣れをしてなかったんで塗り絵が結構しちゃったんですよね。なのであじゃあ試験にちゃんと慣れてスピーディーにとか時間が余るように解いて勉強したいなっていうのはあって、なんで、じゃあそれをこうインプルーブするためにどうすればいいかってなったら、まあ、単語の勉強をガッツすると、はい、でその後に模試をたくさん解いて、試験になれるっていうのが一番のストラテジーとしてあって、うんうん、でその時に使った教材は、英単語帳は1冊で、はい、名前なんだったっけな、なんとか優子さんって、あ、小西優子、小西優子、デルタンみたいな、デル、そうそうそう、あの赤色の小西さん、そうです、あ、小西さんですか、小西さんです、あ、そうです、デル英単語みたいな、あ、それそれそれ、それが400語とか、まあ、すっごい少ないんですよ、はいはいはい、少ないんですけど、正直単語の勉強をたくさんしてたから、はい、本当に なんだろうな、かゆいところに手が届くような単語帳を探してて、でそれパッて取ってそれやって、であとは、ロバート・ヒルキさんのテクニック本、はいはい、テクニック本も一応やっぱ試験慣れの意味で読んで、であとはもう模試を30個とか解きました。でそれを2ヶ月ぐらいで全部やって、で940になりました。すごいですね、もう幅がすごい、だからトイックってあそういうもんなんだって思いました、すごい。ああなるほど。でもそんなこと言ったらなんかあれですけど、そのトイックの先生、いや全然いいですよ、そのテクニックで上がりますから、いくらでも。やっぱそうなんですかね、まあ、テクニックっていうかちゃんと英語力あったらもう慣れただけでちゃんと上がるかなって、その単語をちゃんと知ってか試験になれればその点数は結構出やすいのかなっていうのを思って、トイックに出る単語、今まで触れてなかった、うん、トイックでは当たり前だけど、他では習ってこなかったみたいなのを入れて、はいはいはい、で解き方を、うん、とパターンですね、うん、パターンをきちんと入れ込めば、うん、もう元々英語ができる人だったらもう、うん、そうだから700点でも多分いろいろあると思うんですよ、700点にも700点質がいろいろあって、うん、その単純にトイック受けたことがないから700点だったのか、うんうんうん、もしくはその頑張ってテクニックとか覚えて700点になりましたって人なのかっていうのでも全然多分速感の違うっていう話だと思うんですよ ね、 すよね。ちなみにトイックのおすすめの勉強法ってあるんですかおすすめの勉強法ですか。あ、でも、ね、やっぱ最初は単語だと思います。単語なんですよ。単語が分からないとやっぱ読めないし聞こえないっていうのが大きいんで、やっぱ知らない表現聞こえないと思うんで、うんうん、やっぱ知ってる表現を増やすっていうのがまずは一番ですよね。はいはいはい、でその説問を覚えるとかいつも言ってますね、うん、説問出てくる説問決まってるんでトイックは、はいはい、それをいちいちみんな読んでるんで、決まった説問を読んでもしょうがない、もう知ってる状況で、例えば何でもいいです、 What are the speakers mainly talking about とか、What are the speakers mainly discussing とかっていうのは同じなので、常に同じ、説問なのに、はいはい、みんなそれをMost likely って何だろうって読んでるんですよ、うん、初級者の人とか400とかのレベルまでの人はそれ読んでるんですよ、うん、モーストライクリーが分かんない、なんだろうこれ、うん、ってやりながらやってるんで、まあ、今日も大学の授業やってきてみんなモーストライクリーが分からない、はい、あその説問を読んで説問が分からないとかになってる状況では全然ダメだから、もう説問をまず知ってる状況で必ず受けない。なるほど、でだんだん慣れてくるんですよ、その解き方のパターンっていうのがだんだん見てくる、照らし合わせるやつとかあるじゃないですか、複数の文章とか、なんかね、でそのやっぱ照らし合わせとか知らないと無理なので、みんな知らずに受けちゃうので、答えがない答えがないってずっと見ててやっちゃうんで、そうです、やっぱりこれだけ参考書がたくさんあってなんかセミプロみたいな人がいっぱいいるんですけど、うん、やっぱり一般の人は解き方を知らないっていう状況で、で解き方を覚えて、でだんだん言い換えのパターンもあってくるんですよ、うん、こういう表現に言い換えられるとかってなると、うん、そうすると大体スーンっていっちゃう、うん、これが好きになる人が大体もうスーンっていきますね。Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.